皆様こんにちは。東邦音楽大学ウェブサイトオープンキャンパスにようこそいらっしゃいました。私は教務部長の山崎と申します。東邦音楽大学は80年以上の歴史を持つ音楽大学です。音楽芸術研鑽の一貫教育を通じ、情操豊かな人格形成を目途とする、この見学精神のもと、少人数制の丁寧な教育を行っております。音楽大学での勉強、皆さんはどんなイメージをお持ちですか？実技のレッスンが楽しみという方もいらっしゃいますね。どうぞ体験レッスン受けに来てください。それぞれの専攻はどんな内容なの？と思われている方、それぞれの専攻の主任がご説明をいたしますので、どうぞお聞きください。どの専攻が私に合うかしらと迷っていらっしゃる方、いろいろ専攻を尋ねてみてはいかがでしょう。きっとこれだと思う専攻に出会えますよ。大学の勉強のペースについていけるかしらと心配をお持ちの方、東邦音楽大学は入学の手続きを取ったその時から学びへのサポートが始まっています。入学前教育です。大学での勉学の基礎を入学前に行っております。さらに入学後は東邦スタンダードという授業があります。導入教育からキャリア教育を含む内容です。音大生としての自覚、コミュニケーション能力、そして社会人基礎力、自分の人生を構築していく力、これを養う授業となっています。東邦音楽大学独自のカリキュラムです。将来は留学をしたいなと考えている方いらっしゃいますか？東邦音楽大学は音楽の都ウィーンに独自の研修施設を持っています。ここではウィーン国立歌劇場で経歴を積んだ歌手、また演奏会を幅広く行うピアニスト、ウィーン国立音大の先生、そしてウィーンフィルの学員たちが講師として皆さんをご指導くださいます。もちろんちゃんと通訳もしてくださいますよ。世界に名だたるウィーンの国立歌劇場、それからウィーン学友協会、オペラ鑑賞や演奏会、それにモーツァルトが生まれた町ザルツブルクでの研修、充実したプログラムがたくさん盛り込まれています。ウィーン研修は2週間に及びますが、その2週間の間、学生たちは一生懸命に学び、帰ってきた姿は本当に頼もしく、ウィーンの空気を胸いっぱいに吸って帰ってきます。私たちもいつも楽しみにしています。そしてこの研修、特別にお金を払う必要はありません。先ほど少人数教育ということを申しました。一人一人に目の届くワントゥーワンの教育です。そして実践的な教育が行われています。本学には都市景観デザイン賞にも選ばれた美しいホールがあります。その名もグランツザールと言います。ドイツ語ですが、輝く広間という意味です。このホールで、この大きな舞台に立ち、ソロやアンサンブルを演奏する機会もあります。学内演奏という単位で全員が行います必修授業です。オーディションによって各専攻から選抜された学生がオーケストラと共演する夢のようなコンサートもあります。トライアルコンサートと名付けられています。そしてこの他にも、大学生活の中では多くの演奏会の機会、実習の機会、実践をする機会が設けられています。ここまでお聞きになって、でも学費が高いんじゃないのと心配してらっしゃる方いらっしゃいますでしょうか。高等教育の就学支援新制度が始まりました。その他にも本学には奨学金制度がございます。
また東邦音楽大学独自の特待生制度、それから就学支援制度もございます。詳しくは学園案内、また入試広報企画センターにお問い合わせください。学生相談やカウンセラー室、またキャリアセンターなど学生をサポートする体制も整っています。東邦音楽大学で学び、夢を形にしていった、そんな先輩たちも心強い存在です。東邦音楽大学の良さは言葉だけではなかなか伝わらないかもしれませんが、ぜひオープンキャンパスや体験レッスンなど折々の機会を捉えて東邦音楽大学を体験していただければ嬉しく存じます。